はい、どうも、ズッキヤです。はい、こんばんは。と、相変わらず暑いな相変わらず暑いなというか、まあね、まあ8月だからしょうがない。8月っていうか、まあね、もうお方8月だからしょうがないんだけどもね、26だからね、言うて、もうあと5日とかだからね、今月ね。だ、まあ暑いのはしゃあないんだけど、とりあえずいろいろとね、忙しくて割とね、もともと普段から月末って忙しいんだけど、あのさ、前からそうなんだけどさ、もう分かる人は分かると思うんやけどさ、夏場ってさ、もうそれ以外の時の、あの何倍も疲れるんだって、同じことしても。でただ単に、例えばその10分ぐらいの距離を行ってやることやって帰ってくるみたいなことがあったとして、まあまあバイトとかそんな感じじゃん。だいたい徒歩まあ数十分の距離で行って、でまあ 4,5 時間仕事、まあ長くても 5,6 時間仕事してさ、帰ってくるみたいな、そんなもんでしょ、バイトなんて。だいたいね、それぐらいでさ、もちろん他の季節ならまあ慣れれば大したことはないんだけど、まあ最初はねしんどいけど、たださ夏場は本当に行くだけでだるいからね、本当に。ただ突っ立ってるだけでもだるいから、本当に。まあだってクーラー効いてるんよ、当然ね。ちゃんとクーラー効いてても暑いから、暑いっていうかもうね、気分悪くなるんよね。はい、まあそんな感じでね、もう8月になったらもっと暑くなるんだろうから、まあもうとりあえず対策だけは立てておこうっていう感じですね。はい、今日はタイトルチーメコってしてるんだけど、この人ね、このサムネのね、側の人ね、メコメコさんつって、現役大学生の、まあ、YouTuber、VTuber と名乗ってた時期もあるし、一応そのこの側を使ってるのであれなんだけど、ただ、中の人も普通に出てきて、まあ、なんでこの人を取り上げてるかっていうと、俺も別にこの人 VTuber として知ったわけじゃないんだよね。一応ね、この側を作った時期に、いつだったっけ、そんなに昔じゃないのよ、結構多分今年の話だと思うんだけど、この側をね、この 2D モデルを、まあ依頼して作ってもらってってなった時に、まあ、使うようになった時だよね、に、VTuber お探しですかみたいなタグを使ってたよね。でだから確かにその VTuber のタグを使ってるんだけど、ただ基本的に、まあね、V の活動してるんよ。あのゲームとか、歌枠とかしてるんだけど、実写も出してるんで、でどっちかっていうと実写が多くて、まあ、言ったらゲームするときとか、まあ、いわゆる配信みたいなことをするときにこの側を使うみたいな。で、あの動画を上げるときは主にあの実写を使ってるので、実写を使ってるというか普通に実写なので、だからその VTuber として知ったんじゃなくて、そのちいかわのね、動画を上げてる人なんだよね。まあちいかわの動画だけではないんだけど、まあ最近そのちいかわにハマってるらしくて、どこどこ行ったとか何々買ったみたいなのをレビューでねやってるんだけど、まあ言ってもその関西の方ではないので、その身近なねエピソードが聞けるわけじゃない。割とね関西の人とかでちいかわのどこどこに行ってきたみたいなのをやってる人もいるので、まあ、そういう人の方が確かに身近ではあるんだけど、ただねこの人に関しては中の人もめっちゃ綺麗な人なんよ。綺麗なっていうかめっちゃ可愛い人なんよ。大学生のね女の子で、でまあ声も良くて、まあ、会心とかもやってて、まあ普通にねそのスプラとかあの辺もやってたりとか、まあ普通に、あのゼルダとかあの辺のねゲームもやって、まあとりあえずシングルプレイだろうが、まあ言ったらいわゆるまあなんだ FPS 系のさ、バトロワ系のゲームとか、まあいろいろやってるゲームはね。で歌枠もいろいろ歌ってるみたいな感じだよね。でその中で、まあ、個人的な趣味として多分そのちいかわにハマってるからちいかわのグッズ買ってきました。で多分それね、俺のショート動画もそうなんだけど、ちいかわってちいかわっていうだけで、ちいかわっていう名前が入ってるだけで、とても再生が回るし、とても登録者が増えるんよね。もうこれはちいかわに限ったことではないんだけど、まあ、安定してそうなんよ基本的に。だからまあ、例えばさ、
その現行のアニメとか、まあ、例えばガンダムとかでも、まあ、水星の魔女とかね、この間あったよね、ああいうのとかみたいに今やってるんだったら、当然今やったら多分切り抜きとか作ってさ、この場面良かったみたいなのやったらさ、あのそれなりに回ると思うよ、登録者も増えると思うよ。だけど上がり下がりがどうしてもあるんよね。だけどちいかわって上がり下がりがないんよね、基本的に。あのストーリー性のあるものだし、アニメだし、そのまあ本話化っぽく見えるけど結局結構ダークな話だったりするし、なんだろうな、別にそのなんだ、例えばマイメロとか、まあマイメロとかでもさ、ちょっと結構深い部分があったりするしね。だからあれもそうなんだけど、まあああいうのってね、ああいうちょっとそのマスコット的なキャラクターって、そのキャラクターそのものがそのいあの歩くから、一人で独り立ちするから、まあアニメとかで言ったら、まあ悟空とか、あのドラゴンボールの悟空とかみたいな、もうそのキャラクター一人でもうそのコラボとかイベントとかが成立するみたいな、要はドラゴンボールコラボじゃなくてもう悟空とコラボで成立するみたいな、ドラえもんとかでもそう、まあガンダムもガンダム、まあアムロというよりはそのガンダム、まあ RX782 のあのガンダムね、ファーストガンダムがその一つの IP として成立するじゃん。もうガンダムコラボで、もうそのガンダムそのもので、別にそのガンダムのその例えばさ、ファーストガンダムなのかゼータなのかダブルゼータなのか逆者なのか、その F91 なのか V ガンダムなのか G ガンダムなのかとか、そんな関係なく、それそのものだけでその成立するじゃん、単体で。でちいかわもそれなんよね。その確かに今挙げた悟空とかガンダムとかみたいに強くはないかもしれん、まあ、そこまでそれと比べるのはちょっとレベルが違うかもしれないけど、ただそれに匹敵するぐらいこうガンガン来てるものだと思うよね。まあ一つの IP としてね、そのちいかわという作品アニメがっていうことじゃなくて、だって今の悟空だってドラゴンボールっていうアニメがあってもちろん人気はあるよ。だけどそうじゃなくてもう独り立ちしてるじゃん、キャラクターが。まあ悟空だけじゃないじゃん、フリーザとかでもそうでしょ。要は敵キャラですらそうやってその一つの IP としてもうネタにできるぐらいのものになってるわけじゃん、言ったら。昔で言うとクソミソテクニックの阿部とかね、ああいうキャラみたいに、まあ言ったら作品としてはそこまでポピュラーじゃ、まあニコニコのせいでポピュラーになってるけど、そこまでポピュラーじゃないものが一つのキャラクター性でポピュラーになるみたいなね。だからちいかわって多分そういう強さがあるんで、もうそのキャラクターが独り立ちするので、だからまあその再生が回るので、まあその彼女自身もね、その趣味でそのちいかわのグッズを集めてるし、ちいかわのねちい活をしてるわけで、もちろん別に動画のためにやってるわけではないだろうけど、ただそれをそのこれを買ってきました、ここに行ってきましたっていうのが再生が回るわけだから、それはやるよねっていう話なんよ、俺だってさ、別にそのちいかわが回るからちいかわの動画を作ってるわけでもないけど、もともとはね、ちいかわが好きだからちょっとやってみるかでやったものが爆回りしてるだけの話だから、だからで、まあ俺もだからこのメカメカちゃんに関して言うと、ちいかわで知ったよね。要はそのちいかわの動画を見てると、いろんなそのちいかわ系のその動画チャンネルが、まあ、動画だけじゃないけど配信もそうだけど、チャンネルがもう上がってくるわけよ、おすすめにね。でその中で偶然この子もおすすめに上がってきたよ。だから VTuber その側を使って配信してると、まあ配信はね、そのゲーム実況とかやってる人はそのいるよ、確かに。そのメインは動画だけどたまに配信やってますみたいな人は当然いるんだけど、ただそのこの子に関してはもうそうだと思ってなかったし、仮に配信をやってたとしても、そのこんなねめちゃくちゃ綺麗な側、この側結構すごくない？まあね、この人まだ発展途上なんよ。いやすごいと思うよ、顔、さっきも言ったけど顔めっちゃ可愛いし綺麗だし、でまあ声もいいし、でその面白いし、もう文句のつけようがないと思うんだけど、まだでも登録、その YouTube を始めてからまだ1年経ってるんかな、まあ、でも1年経ってたとしても1年ぐらいだと思うよ。だからまだまだ発展途上なわけよ。で登録者も2000とかそこらだったんで、
さっきその俺が確認した限りではね、もう今は増えてるかもしれないけど、まあでも少なくとも1万まではいってないのでまだね。だから行ってても不思議はないからね、っていうのもあるし、その行ってても不思議はないっていうのもそうだし、この側正直二次ホロとかの大きいところとかでいても不思議はないというか、もうそのレベルの側だからね。あの側ってさ、まあ結構さ個人税の人とかでも結構綺麗な側使ってる人いっぱいいるよ。だけど本当にまあ、もちろん金をかけいくらかければっていうことじゃないけど、ただね基本的にそのいい側を作れる人、まあ言ったらモデリング上手い人でイラストがすごいいい人っていうのは当然ね支持されるので仕事がいっぱい来るんよね、当たり前だけど。でその結果もちろんその大手にも認められたりとかするから、その分ね当然そのなんだろう需要が大きくなるわけだから当然金額も上がっていくわけよ、ある程度はね。そうじゃないとやってられないから、そんだけ仕事増えたらねやってられないから当然そうなるわけよ。だからそれが全てではないけど、やっぱりどれだけ金かけたかは側の姿を見ればわかるんで、まあそのイラスト側、その、まあ、絵師さんの方にどれだけ金かけたのかとか、そのモデラーさんにどれだけ金かけたとかっていうのはもう動きとかその姿とか、まあもう姿なんかもう一目瞭然でしょ、正直これだけ見たら本当に二次三次の新人メンバーとかさ、ホロライブの新人とか言われても分かんないでしょ多分。でも正直依頼って本当に何だろうピンキリなんで、まあフルセットでそれはちょっときついかもしれないけど、絵師さんだけ、まあ言ったら立ち絵だけだったら下手したら1万円以下でも普通にあるんよ。でモデリングもまあ2万3万のレベルとか普通にあるんよね。これ合わせたらさ正直5万でお釣り来るでしょ普通に。そんなわけないんよ。このレベルになったら正直桁が1つ2つ違うんよね。まあこの人がどれだけ書いてるのか分かんないよ、めこめこちゃんがどれだけ書いてるのかもちろん分からないけど、ただそのそれぐらいピンキリなので、まあそれだけそのお金もかけているだろうし、そのこれだけねその配信だったり活動っていうものをねにかけてるんだろうなとは思うよね。でその上でその自分の趣味だったり、まあ俺もそうなんだけどちいかわっていう趣味をさコンテンツにしていくっていうのも一つの形だし、何よりこの子はまあこの側もさっきからずっと言って素敵だし中の人も素敵だから隙がないんよね。もうほんまに工房好きなしみたいな感じなんで、まあよかったら皆さんも見てあげてください。めこめこチャンネル、なんか現役大学生みたいなこと書いてあるんで、よかったら見てあげてください。はい、ロズティアでした。バイ。